今やトップアイドルになった坂道グループですが、中にはオーディション時から注目を集めていたメンバーもいます。最近はショールーム配信による審査なども組み込まれ、配信を見ていたファンの方も多いのではないでしょうか。今回はそんなショールーム審査時から伝説になっていたメンバーを8名紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。諦めずに勝ち取った合格、佐藤理香。まずは乃木坂46の佐藤理香さんです。佐藤さんはその経歴から、苦労してきたけど決して諦めなかったというエピソードが伝説化されています。佐藤さんはひらがな欅2期生オーディションに筆圧ちゃんとして参加していました。その際でも顔出しなしの配信にもかかわらず、とても人気だったのですが、結果は残念ながら落選でした。そしてその1年後に坂道合同オーディションに参加しました。この時にネット上では、岩手県という出身地や年齢、推しメンからひらがな2期で落ちてしまった筆圧ちゃんではないかとすぐさま特定されました。ひらがな2期のオーディション時点で顔はわからないけど人気だった筆圧ちゃんが可愛いお顔を出してのリベンジをしているとのことで、筆圧ちゃん時代からのファンは盛り上がりました。中には椎名ちゃん軍団を作ろうという声まで上がるほどでした。そして合格者の中で2位という成績を残して見事合格を勝ち取った佐藤さんですが、合格してすぐにグループへ配属されたわけではありません。当時は坂道研修生としての合格となりました。そんな佐藤さんは2020年に乃木坂46に新4期生として配属され、ファンは待っていたと祝福し、大いに盛り上がりました。2017年のひらがな2期のオーディションに落ち、2018年の合同オーディションに合格するも、グループに配属されたのはさらに2年後の2020年でした。これだけでも苦労人という印象で、佐藤さんがいかに諦めずにアイドルを目指していたのかがよくわかりますが、実は佐藤さんは2016年の乃木坂3期生のオーディションも受けていたようなのです。そのため佐藤さんは2016年に初挑戦してから実に4年越しのデビューとなっており、最後まで諦めずに努力し続けたエピソードが伝説化されています。苦労の末にやっと乃木坂46のメンバーとして輝き始めた佐藤さんをこれからも応援したいですね。ひらがなは発言で不合格になった42番ちゃん。ショールーム審査で42番だったヨニちゃんも伝説と言われています。ヨニちゃんはアイドルらしいルックスだけでなく、とある発言によって伝説と言われる存在になっています。ヨニちゃんはそのルックスがとても人気で、エントリーしてる中で一番可愛いと言われるほどでした。当時福岡の古着屋さんの店員だったことが判明しており、サンリブの店員さんだ、あの可愛かった人だと実際に会っても圧倒的な可愛さであったことが伝わり、さらに人気を博しました。しかしそんなヨニちゃんは残念ながら SR 審査で落選してしまいました。理由としては配信中のあるコメントではないかと言われています。ヨニちゃんは配信中にひらがな欅に似合うという趣旨のコメントをもらったのですが、その際にひらがなかどうだろうと濁してしまったのです。そしてこの反応がひらがな欅に配属されたくないという嫌悪感が全面的に出てると言われてしまい、ファンの反感を買ってしまったのです。現在は日向坂46として活動し人気もあるグループですが、当時は欅坂46のアンダーグループであり、あまり人気もなかったひらがな欅をバカにされたと感じてしまったファンが多いようです。しかし謙虚さが出てしまっただけなのでは、ただ照れただけなんじゃないかというコメントも多くありました。残念ながら不合格だったヨニちゃんですが、不合格だったことを不思議に思っている人も多いので、またどこかで姿を見れるといいですね。あの頃のキャラも好きだった山崎天。櫻坂46の山崎天さんのショールーム配信も伝説となっています。今はクールのイメージのある山崎さんですが、実はショールーム審査時は関西弁の無邪気なキャラでした。そのキャラが、あの時の天ちゃんも好きだったと昔からのファンに言われることがあります。当時12歳の中学1年生だった山崎さんはソフトボール部に所属していたこともあり、小麦色に焼けた肌が印象的でザ・元気キャラでした。大阪府出身ということで関西弁でハキハキと話し、特技の変顔を見せたりと無邪気で元気いっぱいのイメージの子でした。そしてその元気キャラでたくさんの人を引きつけ、人気もとてもあったので見事に合格し欅坂46に配属されました。しかし現在のメディアで見る山崎さんは無邪気な元気キャラにはあまり見えないですよね。むしろ落ち着いた大人の女性という印象を受けます。合格後に山崎さんがキャラ変したのはお見立て会の出来事が原因ではないかと言われています。山崎さんは欅坂2期生のお見立て会にて、山崎天の天は頂点の天、欅坂46をアイドル界の頂点に導きますと自己 PR しました。自分の名前を覚えてもらいたい、
さらに意気込みを伝えるという素晴らしい自己 PR ですが、この自己 PR は結果として否定的なファンも出てしまいました。無邪気で野心家の山崎さんに対して調子に乗っているという声が出てしまったためです。こうして山崎さんのことをよく思わないファンが山崎さんに対して心ない言葉を浴びせてしまい、その結果山崎さんはショールーム審査時の元気さがなくなり、暗い表情を見ることも多くなってしまいました。この一連の様子を見ていたファンから、良くも悪くも第二の平手友梨奈と言われることもありました。そんな山崎さんは最新シングルさつきあめよでセンターを務めています。もちろんこのセンター抜擢についてファンからは祝福の声がたくさん上がりました。中には MV のコメント欄にて、どうしても欅を引きずっていたけどこの曲で桜坂を受け入れられたというコメントまでありました。一時期は暗い表情を心配され、ショールーム審査の時の元気な天ちゃんが見たいと言われてしまった山崎さんですが、現在は冠番組で無邪気な笑顔もたくさん見られます。これからも否定的な意見に負けず自分の夢を叶えていってほしいですね。ドロ活誕生の瞬間、増本キラ。桜坂46のメンバーである増本キラさんもショールーム配信が伝説と言われています。増本さんはショールーム配信時にドロカツというニックネームで配信をしており、その配信の内容がシュールすぎる、面白すぎると大人気で伝説化しています。ショールーム審査時は本名を出さないというルールがあり、大体の受験生は自分のエントリーナンバーからニックネームを考えるのですが、増本さんはなぜかドロカツという謎のニックネームを使用していました。このニックネームになったきっかけは、コメント欄で笑うという意味の W、草から土というやり取りを見て、ドロ、ドロ、もうドロちゃんって呼んでくださいと増本さんが言ったことから、まずはドロちゃんと呼ばれるようになったことから始まります。その次に特技で頭皮を動かすを挙げていて、その様子を見たリスナーからカツラちゃんというニックネームもつきました。この2つのニックネームを合わせ、ドロプラスカツライコールドロカツちゃんというニックネームが誕生しました。このファンとのやり取りで生まれたニックネームはあまり可愛らしい印象は受けませんよね。しかしドロカツちゃんは好きな歌は君が代と答えたり、やたらと早口で話したり、シュールなキャラに見事にマッチし、増本さんは多くのファンを獲得しました。また急にルービックキューブをやり始めたり、ラップを顔に貼ってその上からペンでメイクをしたり、デコに肉と書いてあったり、前髪を上げて前髪を上げないでと両方言われた際には半分だけ前髪を上げたり、増本さんはかなりトリッキーな行動もしており、どんどん人気を上げていきました。そして見事に合格し、桜坂46のメンバーとなった増本さんですが、合格が発表された際には、ドロカツは吉本坂に取られないかなという心配をされるほどの面白い配信をして、今も伝説と語り継がれています。顔出しなし組でトップクラスの人気者、62番。顔出しなしでラジオ配信をしていた62番のムーニーも伝説が残っています。ムーニーさんの伝説は、なんといっても11時間半ぶっ通し配信です。ムーニーさんは9時から20時半までの11時間30分もの間配信をし続けました。この長時間配信は 64,298 人が観覧し、ムーニーさんの自己ベスト記録にもなったそうです。ムーニーさんはトーク力に長けていて、賢い学校に行っているんだろう、62番のトーク力は異常と言われるほどでした。また約半日間の配信でしたが、最初から最後までテンションが変わらず終始楽しめる配信だったそうです。そんなエンターテイナーなムーニーさんにはコアなファンがしっかりついていて、オーディション中にもかかわらず、ムーニーのはムーニーマンというハッシュタグまでできていたほどの人気ぶりでした。このムーニーさんの人気ぶりは顔出しなし組ではトップクラスだったと言われています。ムーニーさんはこの後坂道研修生として合格し、松岡真奈美さんであることが明かされました。ルックスもとても可愛らしく、そのトーク力を生かしてテレビで活躍しているところを見たいと楽しみにしていたファンも多いと思います。松岡さんは研修生期間を経て乃木坂46に配属されたのですが、その際に学業の都合によって辞退してしまっています。結果現時点で松岡さんをテレビで見る機会はなくなってしまいました。いつか学業が落ち着いた時にぜひまたあのトークを披露してほしいです。初日から圧倒的人気だったのにまさかの辞退。15番のいちごちゃんも大きな伝説を残しています。いちごちゃんは初日に視聴者20万人を突破するという伝説を作った受験生です。初日から大人気でファンの間では大きな話題となりました。17時から22時まで配信をしていたいちごちゃんは早々に10万人を達成し、最終的に20万人を達成しました。
顔を手で少し隠しているとき、水木かと思ったと乃木坂46の山下水木さんにのショートカットが似合う美人でポスト生駒っぽいと元乃木坂46生駒里奈さんに重ねるファンもいました。またとても丁寧なやり取りをしていたことから神対応、福岡出身、あふれ出る聖母感、マイマイっぽくて好きと元乃木坂46の深田舞さんに重ねるファンもいました。しかしショールーム審査が開始してたったの3日目でいちごちゃんのページは突如削除されてしまいました。最初は人気すぎてサーバーが不具合を起こしたかと言われていましたが、後に別の理由で辞退していたことが明かされました。実はいちごちゃんはすでに芸能事務所に所属しており、事務所に黙ってオーディションを受けていたようです。坂道グループは合格前の芸能活動を禁止していないので、坂道グループの運営ではなく所属事務所から辞退をするように言われてしまったのかもしれません。初日で視聴者数20万人を達成するという伝説を作り上げたいちごちゃんが辞退してしまったのは残念ですが、またテレビでその姿を見られると嬉しいですね。人気1位だったのにまさかの落選。67番のロナさんのショールーム配信も伝説と言われています。ロナさんはその人気ぶりが伝説とされています。ショールーム審査が始まってすぐに可愛いと話題を呼び、そのルックスと丁寧な配信からショールーム審査では全体1位を獲得しました。大きく、そして垂れ目気味な外見は元欅坂46の長濱ねるさんを感じさせました。また可愛らしい声は多少あざとさも感じますが、逆にアイドルっぽいと好評でした。そんなロナさんの人気をさらに上げたのは SNS を特定されてしまった事件です。ショールーム審査が始まってすぐに話題になったロナさんはあっという間に SNS を特定されてしまい、そこからジャニオタ疑惑と彼氏持ち疑惑が浮上してしまいます。アイドルのオーディション中に彼氏がいるという疑惑が上がってしまうのはあまり良くないことですよね。ここで人気ががっくりと落ちてしまうかと思われましたが、ロナさんは配信内でそれらの疑惑についてしっかりと説明をしました。そんなロナさんの対応に好感度は爆上がりし、人気は下がるどころか上がり続けました。元欅坂46の長澤奈々子さんも67番が可愛いと推していて、人気は最後まで落ちなかったロナさんですが、残念ながら落選してしまいました。可愛さと潔さを兼ね備えたロナさんをまたどこかで見つけられることを願いたいですね。合格者の中で人気1位、藤吉かりん。桜坂46の藤吉かりんさんもショールーム審査時に伝説を残しています。藤吉さんはその天然さが伝説と言われています。ショールーム審査時は本名を言ってはいけないにもかかわらず、配信中に藤吉さんは何度も自分の名前を口に出してしまいました。さらにコメント欄でかりんちゃんと呼びかけられた時もコメントにつられて反応してしまうなど、 SNS バレもなし、顔出し配信もしっかりして受け目がないと思いきや、この天然さと言われるほど、その天然さはファンを癒しました。また名前を口走ってしまうたびに口を抑え反省している姿も可愛い、面白いとファンの心をつかみました。その結果、本来ルール違反になってしまうはずの名前を公開するという行為をしてしまったにもかかわらず、藤吉さんは見事にオーディションに合格しました。藤吉さんはオーディション合格者の中では人気ランキング1位に輝いており、配属先の欅坂46、現桜坂46でもその天然さとステージ上のかっこよさのギャップでファンを魅了し活躍しています。まとめ、デビューしてから伝説を作るアイドルもたくさんいますが、坂道グループはデビュー前のオーディション時から伝説を作っているメンバーもたくさんいますね。残念ながらオーディションには落選してしまった方にもまたどこかで会えると嬉しいですよね。そして合格したメンバーにはぜひオーディション時の伝説を塗り替えるほどの活動をしていってもらい、それをずっと応援していきたいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。